マジェイ系はリトアニア北西部の都市、テルシェー郡の最大都市でもある、ベンタ川沿いに位置している。人口は約4万人でリトアニアで8番目の規模である。マジェイ系地区自治体の建物1335年に書かれたリボニア騎士団の年代記でマジェイ系という名が初めて言及されている。1869年に ビリニュスからリエパー屋までの鉄道が敷設されると町は成長し始める。1893年の時点で町には13の店と5つの居酒屋があった。1894年、聖教会の教会が建てられ、1902年、カトリックの教会も建てられた。その後1906年にワルター派の教会も建てられている。1980年、石油生成工場。 マジェー系ナフタができる。これは現在でもリトアニアで最大の工場の一つである。アメリカのエネルギー会社ウィリアムスへの民営化をめぐってはリトアニア政府内でのスキャンダルや騒動を巻き起こした。ウィリアムスインターナショナルは財政難に陥りマジェー系ナフタをロシアの石油会社ユコスに売却。その後2006年にはユコスも破産。リトアニア政府は ポーランドの PKN、NO、オーレンとマジェイケーナフタを売却することで合意した。また、ユコスインターナショナルも PKN、NO、オーレンへの売却に合意した。2006年12月15日、マジェイケーナフタは売却され、14億9200万ドルがオークンオルレンからユコスに、8億5182万8900.31ドルがリトアニア政府にそれぞれ支払われた。ありがとうございます。